ニコライ・ニコライ・ウビチゲイ百8 9 4年6月13日は、ロシアの写実主義画家、初期ロシアの象徴主義者。歴史的、宗教的モチーフの作品で知られる。フランス系ロシア貴族の家系として、ロシア帝国ボロネジにて生まれた。18世紀に、祖父はロシアに移民した。両親は、子供の頃に死没した。ゲイは、濃度の奪により育てられる。は、 第一キエフギムナジウムを卒業後、キエフ大学やペテルブルク大学で物理学や数学を学んだ。最後の晩餐、1863年真理とは何か。キリストとピラトクリスト、月セマネの祈り、1888年1850年に、ゲイは科学分野における研究を断念し、ペテルブルクの帝国芸術アカデミーに入学する。彼は画、画伯、 ピョートル・バシンの下に指示した。1857年に彼は、絵画、ザ In ・ウィッチ・オブ・エンド・ア・インボ・キング・ザ・スピリット・オブ・ザ・プロフェット、サミュエルで、金メダルを授与されて、アカデミーを卒業する。ゲイによればその頃に、カール・ブリューロフの影響を強く受けたという。金メダルを授与されたことから、海外留学に必要な奨学金を約束された。ゲイは、ドイツ、スイス、フランスを訪れる。 1860年にゲイはローマでアレクサンドル・アンドレーヴィチ・イワノフと出会いイタリアに居住する。このロシアの芸術家イワノフはゲイの将来の作品に強い影響を与えている。1861年から1863年にかけてゲイはロシアの写真家セルゲイ・ルボビチ・レビツキーのいとこであるアレクサンドル・ゲルツェンの写真を参考にして絵画 最後の晩餐を描いた。写真は、レビツキーがキリストをイメージするような形で撮影していたものである。ゲイによれば、私は、ゲルツェンの肖像画を描くためロンドンに行きたいと思っていた。そして彼は、私の要求に対して、レビツキー氏の大きな肖像で答えてくれた。と詳しく語っている。レビツキーが撮影したゲルツェンが写る写真のポーズと、ゲイが描いた。 キリストの絵画のポーズとの間における類似点について、その日の新聞史上にて、唯物主義及び虚無主義の大勝利という見出しで歓迎された。この作品は、絵画の主人公を描くための主要な参考資料として、写真を用いた最初の例として知られる特別な出来事であり、写真が、後のフランス印象派のような芸術運動や美術に深く与えた影響は、 注目に値する。この絵画はゲーが帝国芸術アカデミーの教授を務めていた1863年のペテルブルクにて展示されて、人々にとても強い印象を与える。1864年、ゲーはフィレンツェに戻り、ゲルチェンの肖像画のみならず、メッセンジャーズ・オブ・ザ・リザレクションやクリスト・ン・ザ・マウント・オブ・オリーブスの初版といった絵画を描いた。 新しい絵画はほとんどと言っていいほど失敗に終わり、帝国アカデミーは毎年恒例の展示会で絵画を出品することを拒否した。1870年、芸は題材をロシアの歴史に変更した上で、ペテルブルクに帰還した。絵画、ピーター・ザ・グレート・インテリ・ゲイツ・ザ・ロビッチ、アレクセイ・アット・ペテルゴフは大成功を収めたが、他の歴史画についてはほとんど関心を示されなかった。 芸は一人前の男は農業で暮らしを立てていくべきであり芸術は売買するべきものではないと書いている芸はチェルニーヒューケ県で小さなフートルを購入して引っ越した芸はこの頃にレフトルストイと知り合いになりトルストイの哲学の信奉者となった1880年代初頭芸は宗教画や肖像画の制作に戻った芸は誰もが個人に 肖像権を持っていると主張。対象に差し支えなければ、いかなる手数料であろうとも、制作を承知してくれた。彼の肖像画における対象の中には、トルストイ、ミハイル・サルトイコフ・シチェドリン、聖書のユダがある。後に、新約聖書を題材にした絵画は、ウラゲーミル・スター・ソフのような進歩的な評価から高く、評価され、新約聖書よりもむしろ、 エルネストルナンを引き合いに出していた、保守派から国評を受け、神への冒徳のため当局によって禁じられた。さらに絵画、クワド・エストベリタス、クリスト・アンド・パイレットも展示を禁止される。絵画、ザ・ジャッジメント・オブ・ザ・サン・ヘドリン、エイチ・イズ・ギルティは毎年開催されている、芸術アカデミー展覧会の公認を拒否される。絵画、ザ・カルバリーは未完成のままで終わった。絵画、 ザクルシフィクションは、サーリのアレクサンドル賛成により禁止される。ゲイは1894年に農場で死去した。作品の多くの行方は、謎のままである。ゲイは、生涯にわたって受けていた、スイスの講演者、ベアトリス・ド・バットビルからの金銭援助と引き換えにと、彼女にゲイの作品のすべてを遺言で譲った。バットビルは百五十二年に死去したとき彼女の、 皇帝には、芸作品は全く発見できなかった。失われた作品の中の一作である絵画、ザクルシフィクションは、芸によれば最高傑作だったという。芸の絵画は、後の1974年に、スイスの古美術商店で、美術品収集家により発見された。青年収集家、クリストフ・ボルマンが購入した。彼は、絵画の由来について、全く検討もつかず、 単純に価値のみを認識していた。約15年余りのソビエト連邦の知人がペレストロイカの頃に来訪した際に貴族が明らかになる。両者の間でロシアへの返還、権利獲得交渉が行われ1990年代の間は何度も交渉は決裂している。トレチャコフ美術館は美術館の常設展に供与するためそれら美術品の購入に向けて ロシアの国営銀行から資金提供を受け、2011年に契約が締結されたばかりである。ありがとうございます。